コウタが幽霊見たの。幽霊見た、幽霊すごって。え、今さっきね、上に幽霊いるって言って、なんかすげえ変なテンションだったよ。なあ課長、上幽霊いるよ。え、そうそうそう、幽霊いる。一回目なんかパッてなんかあれ誰かいるみたいな気配でパッて見て何もなくて、ああ勘違いかと思ってこうやって見てたら、またなんか変な感じだからパッて見たら、この俺が見たこの動きとちょいずれぐらいで黒いもやがフォーって、ここ見たらフォーぐらいで、調査員コペさん、あ、幽霊の調査員コペさん、え、怖すごくない？幽霊、どうしよう、幽霊見たやつが近くにいるのが初めてだわ。マジマジ見て、幽霊いるとか言って、うん、ガチトーンでさ、ね、ここにいた、その黄色いティッシュぐらいのあたりが、いきなりだよ、マジワン、あそこな、撮影中、このぐらいの大きさのモヤがこう、なんかわーって言った、すごいね、この映像に残ってるかもしれないです。今から行くの、やだ怖い、怖いよ、誰か、お前その格好で言ったら幽霊、幽霊もびっくりするよ、お前誰だ、なんだお前みたいな、逆に驚かされましたみたいな、なんか体が重くなった感じが、嘘つけ、本当かよ、見た時になんか重くなった感じがした、あとなんか涼しい、いた、いやでも確か僕ね、途中で、あの、幕持ってる時に、言ったの、一言。なんで？なんか、綿飴焼いてるみたいな焦げた匂いがするって。あれ、何だったの？あれ、お化けだったのかな？なんでだよ。変な匂いするじゃん、お化け来た時って。そうなんだ。そう、変な匂いすんの。綿飴焼いてる焦げた匂いってどういう匂い？なんかね、甘い、焼いた、なんか焦げた匂いしたの。うぎかんのよ。寝てたら、あの、金縛りになって、なんか自分の周りを笑いながら女の子走ってたの、ぐる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 。それお前怖いやん、金縛りになってるから。お前それは悪い幽霊だよ。いやでもね、うん、なんかすごい嫌な気持ちじゃなくて、最初はうわーと思ったんだけど、その後怖い感じがなくなって、あ、なんか女の子が笑いながら走ってると思って、怖いね、怖い、いやでも今日絶対怖い夢見る。いや俺も今日やだな。絶対うなされておきる、怖いわ、こんな王様の格好して。女だよ、こんな、何が怖いわ。第358話、本物の幽霊見たから次の日心霊ドッキリしてみた。ということで、幽霊見た次の日、はい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 、ということでやってまいりました、うん、ドッキリ企画、あれ？そう、俺今日コーダに電話したの、うん、ブル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 、あ、もしもしコーダ、あ、どうした、あ、今大丈夫、あ、いいよ、あのさ、うん、昨日幽霊お前見たじゃん、あ、見たね、そう、昨日あれガチで幽霊見たよね、ええ、もうガチガチだって、普通に見て普通になんかテンション的に言っちゃったから、あれそうだよね、うん、だからあの幽霊せっかく本物の幽霊見たから、うん、ちょっと今日なんかドッキリしようかなと思って。幽霊ドッキリ、そう、幽霊ドッキリ。いや、おもろいよ。なんかナオとコペきっかけようかなって。お前ら面白いことしてんじゃねえか、お前ら。お前ら面白いことしてんじゃねえか、お前ら。またコウタが言うのよ、ちょ、暗っ、俺がライト当ててあげようと、当てて、真っ暗やん、そう、あのちょっと怪奇現象起こしたくて、だからあの YouTube で撮ってる時にコウタのこっちのあれがバーン落ちたり、コウタできるじゃん、はい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 、はい、お前がちょっと本当分かんないように右手であの草むらの方をシュッとやったりとか、でも桁そうだな、いやだから僕あれ最初木を頑張ってこうやってこの 右手の方でシュッて動かしたりとか、みたいなみたいなみたいな、やってみよう。俺はこっちは、ああ、初めて見る、ウィンクとかいらねえか。僕たちが元気の娘にアイドルリアルリアルリアルピース、よろしくお願いします。やってきました、アイドルババルディ、おお、まあ苦しゅうないぞ、ザコ課長強いんだよな。ちょっと待って、誰かいる、ユンカさん上いる、いる、
何え、燃えますか。何だってんだい。よちょちょ、今そこ、そこに。うわぁ、うわぁ、またお前、いる。そう、だから純子さんが俺、そこで待機してるんだと思ってたの、さっき。上いるよ。本当に上いる。純子さん、あ、いるわ。さっきでもそこ、窓はあの風でどんどんって言ってたよ。え、開いてる窓。うん、あの窓よ。はい、あれ来てて、なんかあのフィルム剥がれてるじゃん。怖いわ。見えたの。いる感じがしたと。うん、ちょ、そこにあの右のさ、3本のさ、鏡がある。鏡というか窓みたいなのあるじゃん、うん、の一番右のところに、なんかね、こんぐらい、こういうポーンってあったの。え、こうつだけ覚えてる。うん、あの、みんなでさ、この話してる時にさ、僕、こうだのペッて見たじゃん。あ、見た。階段のパーって見たやつ。音したのよ、カタンって。いや、マジでいると思う。ごめん。いや、手やばいな。手やばいな。めっちゃ怖いわ。この辺？うん。え、なんもないよ。なんかあの、ちょうどさ、電気あるぐらいの高さからフォーンってあったの。どこ？元右。違う違う違う、逆逆逆逆。逆逆。そう。で、それがしゃがんで。あ、そんぐらい。あ、そんぐらい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 。ちっちゃいね。窓は開いてる？うわ、怖い。怖すぎる。うわ、めっちゃ怖かった。もうやめて。ということで、はい、じゃあまず誰から行く？じゃんけんだ。じゃんけん。あ、これ幽霊。おお、ナオカズ。これいいぞ。これいいぞ。ナオカズですね。やだな、カズ相手。って時間かかる。ナオカ。あ、今日取っただけ。え、なんで昨日叩かれたの。いや、なんで、えよくわからん、よくわからん、よくわからん。怖い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 。なんで、え、なんで倒れたの。当たった、当たってるところ、こうやってやったの。え、コーダが当たったんだったら、でもそのあれだよね、こっちに当たった。そいつが倒れなきゃ変だよね。そいつ動いてなかったもんね。銀の相当やんないと倒れないもんね、そこから。え、だって俺が当たるとしたらこっちで、こっちで。おかめおかめ、ちょっとあのあれ、おかめ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 、なんでやってんの。あれ面白いのがいいんじゃない、感じたところも。確かに、ここが気に入ってるから、あの、追い出したくなるみたいな。追い出したくなる。そう、自分がここの場所気に入っちゃったから。あー、めっちゃかけるやん。お前、自分でうまかった。自分の身だけはいい。すげえ、鳥肌すげえ。俺あそこにいるカズの子になってきた。なんだよ、動きそう。あの、あれでしょ、こっち向いてからこっち向いて、そうそうそう、こうなる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 。だって初めてのものが動くのは今までないから。あっち。なおおぼろ。お前あんな冷静予想して。めっちゃ見てたやん。怖いよね、こっちは。一応感動だから。一応あのババ抜きの形にしようか。そうだね。これめっちゃ不思議やね。うん、一応コペのこれずっと待ってるよね。こうでしょ。うん、置いてあったとしてもこれか、ちょっと回しとこうかな、これこれか、こっちで置いてこれバラまで映るかも、これだったら無理だよ、絶対マジか、来たらわかんないよ、ここに置いたね、なんかガチでいる感じがあったとしたら、うん、ここで、なんかここ最近ずっと見てたとか、そういうのじゃない、できなかった、これは感じたことない、もともとコウタだけにいたものがワンちゃんとゴレアチにも来ようとして、ワンちゃんの守護霊が戦って倒れたとか、かも。そうだよ、そうそうそう、体調もめっちゃ良いみたい。あの顔はふざけてるけど、俺全然ふざけられないの。なんで怖いの。なんか今回の嫌嫌なんだ。ダメな、俺集中できんな。あ、俺これナオに負けたら幽霊のせいだわ。うわ、保険かけた。幽霊保険かけた。何幽霊保険。幽霊保険。お前ちょっと、ハブ
なってなってお前ちょっと見て見て何してんだよ、やばい。おにぎりになってくる。一瞬だけ見たらやばいよ、ね、企画前にさ、みんなで塩かけやった。見てるからか、何なのか、お前。あっ強い俺今、はい、見えないもの見えるから。確かに確かに導きは強いよ。いるから二度手につけてみな。狙い。お願いお願い。お願いもう見える、黙ってなすぎる。見えるとこじゃないからもう。私のパワー。大丈夫。全然違う。ダメじゃん。え？なんで？なんでそれ倒れんの？これやばいって、さすがにもう無理や。待って、めっちゃ怖い。あれじゃない？なんかさ、ふざけたからじゃない？なんか下ろすとかなんとか言ってて。そういうこと？分からんけど、よく言うじゃん、ふざけてるとこに来るみたいな。今のめっちゃ怖いわ。なんかただバグなんでしょ。怖っ！今のありえないって。え、開けなきゃいけない。ダメなの？呼んでくるとこない。いや、だって外の方がいいや。一緒だけど、ちょっと倒れてるのね。じゃあ照明離そう。そうや、照明あれが怖い。帰り道中のが怖いかも。道路とかさ、あ、事故とかね。そう、めっちゃ怖い。こんなことがあったらすごいじゃん。倒れるとかさ、物が落ちてくるとかさ。あれ今、守る気どうなったの？あ、まだそう、ラスト1枚、うん、これだけやっちゃおうかな。これだけなんかもうずっと回してもったいないかも。最後どっちかやったけど。はい。もう勝敗どうでもいいんだけど。怖かった。怖かった。めっちゃ怖い。ちょっと一回端っこにしようやってもうかな。あ、要するにね。てか一回部屋にやった方がいいかも。上とかちょっと見てきてよ。なんか見るだけ見ようかな。うん、怒らんの？だから風が多分めっちゃ危ないと思う。防災ポーチ持ってきてよ。なんだって。おお！え？え？ねえやだー。どういうこと？え、どういうこと？おい！待て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 。消えた。いる？待って、下まで行けない。なーに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 なー。めっちゃ怖っ。怖い。やだー。下まで行けない。めっちゃ怖い。本当にカズがブレーク落としたんじゃない？落としたんじゃない？こいつ下まで行ってないもん。上にいた、上にいた。あ、びっくりした。え、それがあそこに赤い光が出てたから時計だったんだ。ブレーカーすぎて光った、光ったから。何光ってないの？おっと、やばい。あー、マジでやめて、マジでくそー。落ちた。今なんかピッて なんかピッて言った。え、なんか電気つけすぎたとか。今なんかピッて言った。今別の人でもわーって聞こえたよね。え、なんかピッて聞こえた。今わーって言ってる。言ってた。言ってた。隣の人とか言ってた。うわー言ってる、言ってる、言ってる、言ってる。嘘だ。え、僕何も聞こえてないよ。イエーイ言ったよ、今。言ってない、言ってない、言ってない。だってここにいてんだよ。電気もそこやん。いや、言ってないもん。下まで行く前だ。いや、言ってなかった、言ってなかった。いやいや、俺逆に今誕生日かと思ったからね。めっちゃ怖い。うわっ！あー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 ！いやね、お前だろ！
謎のなんかやろ人だから怖い怖いもんだって怖いっすということでドッキリでした怖かったでしょドッキリでした今地味にねドッキリした瞬間、あっちのカメラ見ればわかると思うよい言い聞かせたんだ、そうだねなんかこう、頑張ってたんだよなと思ったなんだよ電話して、こうだ、今日ドッキリしようぜって言って、3人だったの、うん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 、でも課長に、課長ビビんないじゃん、そうやね、うん、だから前ワンチャン課長がドッキリじゃねえとか言ってめっちゃ話しそうと思ってあ、はいはいはい、それで入れたのコペットなおだったらかかるかもっていう、うんうん、で課長がそれに入ったらなんかバレるかもと思って怖かった。だって、あの、なんか気が立った瞬間に、僕の二の腕が、ちぎれると思ったの。なんか、その辺りからさ、なおさ、今まで普通にしててさ、なんか携帯とか言ってたの。なんか、スーンってこう、予想ってたんだろうね。スーンって。でも、その木の下りからさ、誰かしらにくっついてたの。この木でめっちゃ怖くなった。あ、わかるわかる。だから絶対数がやんなきゃおかしいじゃん、って。でもあの通ること。でも流れが完璧すぎたから。最初は結構こういうのホラーとか好きだからもともとなんかちょっと楽しくなってきちゃったのなんか、はいはいはい、あ、だから笑ってたんだちょっとワクワクうわ何か起きるんだろうなんかみたいな、なんかなんかもっと起きろと思ったの最初は、はいはいはい、あるよねそういうのでも実際こういう風に木がね自分に木が来るからなるとえ、これ本当やばいかと思って、ね、だからもう視聴者から体験者やってたのねそうそう、最初は本当に面白かったけど、うん、やっぱ木のところから本当さっきも言ったけど帰りと道とか本当になんか事故ったりとか、なんか殺されたりとかわかんないけど、いろいろあるのかなみたいな風に、もうそっちの妄想がどん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 、はい、あ、なったんだっていう方に行っちゃったかな。でも最初からの塩もめちゃ巻いててさ、普段から気をつけてるのにさ、え、なんで私って思った成功しだわ。ね。俺これ成功しないかと思ってたの、ちょっと。さすがにね。さすがに。オカルトすぎて。オカルトすぎて。かける相手が良かったか。だよね、俺の見る目あったよね。ということで、はい、ドッキリ大成功、すげえ。絶対なんか言うと思った二人が、なんか動画見てみようよとか。あ、ね、そうそう、それが心配だったの。俺もめっちゃそれ心配で。確かめよう。そしたら言わなかったから。うん、あれを、あれが垂れた時に、コピとかなおが、動画で見てみようよって言うと思ったの。成功ですね。ねえ。よかった。びっくりだわ、ほんと。